常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。いやー、ロシアの情報操作すごいね。うん、本当お上手ですね。この間のまあ国連でね、ゼレンスキー大統領が演説した時のこのネガティブキャンペーン、ウクライナ疲れだ、ウクライナ離れだ、これをね、西側のジャーナリストの口から言わせるっていうのがね、本当に上手だったんですけど、これを言わせるためのね、実は壮大な仕込みが行われていたのではないかというですね、疑惑、これがあります。今日ね、そこをちょっと読み解きたい。これね、いや、やばいですね。本当にね、ロシアって本当恐ろしいなとかわかると思うんですけど、きっかけはね、元陸将のね、陸上自衛隊のね、渡辺義和さんのツイートなんですよ。でね、そのツイートによるとですね、こう書いてあります。ISW のですね、まあそのレポートを引いてね、こう言ってんですね、渡辺さん。ISW によると、プーチンは10月初旬までにウクライナ軍の反攻を止めようと、ショイグに命じたと。止めるよう、ショイグに命じたと。プーチンは軍司令官に対し、ウクライナ軍の反攻が戦術的作戦的に何の効果も上げていないと錯覚させるため、初期防衛陣地を全て保持するよう命じた。プーチンの戦争への介入は、ロシア軍の敗北を早める。彼は最悪の指導者だというふうに、言ってるんですね。これ、ちょっとね、難しいんでね。まず、事実関係をちょっと確認しておきたいんですけど、渡辺さん何度もこちらのチャンネルね、出ていただいてですね、まあ、おっしゃってたことなんですけど、ロシア軍って一応その、三層防衛してるはずでしょ。ね、してるはずなんですけど、その、防御陣地の前に出てね、わざわざウクライナ軍迎え撃つわけですよ。ね。普通防御側ってさ、陣地に立てこもって戦えばいいようなものの、陣地に傷つかないように、その前にわざわざ出てきて戦うんですよ。なので、フルボッコにやられてるのね。で、これはISO も、ISW ね。ISW も、書いてるんですけれども、その、いわゆるキルレシオね。ね。ウクライナが攻撃側であるにもかかわらず、そのウクライナ1とするとロシアが2やられてると。ね。当初ね。今は多分もっとやられてるんですけど、で、その、まあ、いわゆるその、損耗の勾配みたいなのがあるんですけれどね。その勾配が、そのロシア軍が不利なようにぐーっとこう、傾いてて、で、その状況ますます悪くなってるんですよ。最近は大砲狩りみたいなことやられてね、ろくに反撃できないですから。で、ウクライナ軍歩兵でガンガン突進してくるので、歩兵止めるのは大砲しかないんですけど、その大砲もやられてね、ぐいぐい押し込まれてるのに、戦力の蓄積投入みたいなことやってですね、なんとか取られたとこも取り返そうとね、もうワンパターンな反撃を繰り返して、ガンガンやられてるんですよ。で、なんでこんなことになるかというと、極めて政治的な理由だというのが、この渡辺さんのツイートなんですね。10月初旬までにウクライナ軍の反攻をですね、止めるようにと。まあ、要はその、あんまりウクライナ軍が動いてないように、どんな犠牲を払ってでもそれを止めろみたいな命令が出ていたみたいなんですね。で、この点に関してですね、ISW の元のレポートを私見つけました。はい。でね、それにはですね、こういうふうに書いてあります。ロシアがですね、戦闘力を犠牲にして、全長、まあ、その、長いね、全長距離の非常に長いこの防衛陣地を保持するのは、かえってクレムリンの情報戦と、ハイブリッド戦の目的を支援するためかもしれないとしてます。要はその、戦争そのものに勝つことよりも、宣伝のためにですね、こういうまあ、非常にこの兵士にとっては理不尽でですね、効率の悪い、まあ、犠牲の多いですね、作戦を取っていると、ISW は言うわけですね。で、この次にこう書いてあります。ロシアのウラジミール・プーチン大統領は6月9日、ウクライナの反攻が始まったことを初めて認識し、2つの重要かつ持続的なナラティブを強調したと。ね。嘘をついたと。2つね。はい。1つ、すなわち、ウクライナ軍は十分に準備されたロシアの防衛のために大きな成功を収めることはないだろうということね。これが1つ目。で、2つ目は、ウクライナ軍は人員と、西側の軍事装備において大きな損害を被っているだろうという、この2つのナラティブをですね、拡散するという目標を立てたんですよ。プーチンはね、軍事的に勝利することよりもね、自分に有利なナラティブを拡散することっていうのがメインなんです。なので、あんまり軍の犠牲とかどうでもいいんですよね。まあ、動員される方はたまったもんじゃないですけどね。で、その一つ目ね、反攻はうまくいってないと。ね、反攻はうまくいってないということと、それから、まあ、ウクライナ軍が大損害を被っているっていうね、この二つ目ね。ね、これをまあ、拡散しようとしたんです。で、当初ですね、ウクライナ軍がまあ、突っ込んできましたよね、特幕塾でね。で、まあ、そこそこやられましたよね。で、時実はロシア軍も同数ぐらい実はやられてるんですけど、そこはひた隠しにして、ね、いろんな角度からね、ウクライナをやられたブラッドレーとかですね、ね、それからレオパルトなんかの写真を撮って、こんなにやられたーとね、まあ、なんか7台ぐらいやられただけですけど、それをこう、何十台もやられたかのように演出してやってたのは、この2番の方ですね。はい。ウクライナ軍が西側装備で、武装したんだけれども、まあ大きな損害を被っているということを、まあ強調するためにあれをやって。で、なおかつ、まあそれをやること自体がですね、進捗ね、
この犯行が大して進捗してないと、いうことをですね、まあ、ナラティブとして拡散するね、まあ、一つの手だったわけですよ。はい。で、さらにこのレポート続きます。プーチンとクレムリンは、ロシアの防衛作戦を主要な戦場での勝利に見立てており、ロシアの持続的な反撃によって、ロシアの戦場での、前進が、他の場所では一般に見られない中で、これらの作戦を、個々の勝利として、まあ、主張しようとしていると。いうことなんですね。わかります?当初ですね、これ最初からやっぱりこう、ストーリーをね、ちゃんと巻き戻して、流れを考えなきゃいけないんですけど、当初、2日でキーウを落とすって言ってたんですよね。まあ、2日か3日で。で、ダメで。で、その後3ヶ月で落とすに切り替えて、ダメで。で、その後キーウから追い出され、ね。で、今度はもうドンバス、ね。ドンバス取ったら勝ちみたいな、なんか変なルールに変わったんですけど、そこもですね、ハルキウでガーッと押し返されて、結構そのストーリーも崩れて、で、そこで、ね、バフムトだと。バフムト取ったらこの戦争勝ちなんだって、また論点すり替えたんですね。で、バフムトでもものすごいその、まあ、ゾンビ部隊みたいなのを使ってね、もう犠牲も厭わぬ、大攻撃をして、まあ、めっちゃあそこに政治的な意味を持たせてね。まあ、最終的には一回ウクライナ軍はね、一回だけ撤退しますけど、また今取り返しますよね。はい。で、これをやって、で、これもどうもバフムトもダメだってことになったんで、今度は、この、長い戦線を維持したら俺たちの勝ちみたいな感じで、またルール変えたっていうことなんですよ。このね、アイスラベルっていうのはね。なので、その、長い戦線が、ね、ちっともそのね、ウクライナがいくら来たって、これ全然ね、下がってませんよっていうことを、まあ、証明するために、その宣伝をするために、まあ、めちゃめちゃな犠牲を出しながらですね、その陣地のね、手前で迎え撃つみたいな無茶な作戦を、まあ、やらされていると、いうことでございます。はい。で、まあ、さらにこのレポート過ぎます。こうした努力は、ウクライナや西側諸国における、ウクライナ軍への支持と信頼を低下させることを意図していると思われると。プーチンはロシア軍司令部に対し、ウクライナの反攻が西側の多大な支援にもかかわらず、戦術的作戦的効果を上げてないと錯覚させるため、ロシアの初期防衛陣地を全て保持するように命じた可能性があるということです。ここが問題の核心なんですよ。さっき渡辺さんが言ったとこね。いいですか?プーチンはロシア軍司令部に対して、ウクライナの反攻が西側の多大な支援にもかかわらず、成果を上げてないと。ね、そういう錯覚をさせるために、ね、もう死ぬほど部隊を投入して、で、文字通りみんなやられちゃってるんですけど、もう犠牲を出しながら、ね、その犠牲を出しながら、ウクライナ軍がですね、初期防衛陣地をね、突破できない。ね、なかなかこれね、もう来たっつって、こんなちょっとしかないでしょって、ラブロフがまさに、国連で言ってたことじゃないですか。ね、ウクライナの反攻が進んでるとか見ても、地図見てください。こんなちょこっとですよ、と。ね。ね。西側のマスコミは、こんなちょっと、ってところを、新州部隊に言いますけど、全然戦線動いてませんからって言ってんですけど、実際には、めっちゃやられてるわけです。で、それは、ビジュアルデータでも確認できてますよね。オリックスさんとかね、オープンソースインテリジェンスの方で、どんだけやられてるかっていうのはもう確認できてるし、今その、レシオですよね。その、まあ、損害の勾配というふうに言うのかな。これがもう、ロシア軍に不利なようにガーターンって傾いても、やられまくってるわけですよ。もう、榴弾砲とかももうほとんどないみたいな感じなんで、歩兵ガンガン来ても防げないみたいな。まあ、そこまあ、人海戦術でまあ、無理やり抑えんだかどうかわかんないですけど、まあ、後ろからね、味方を撃つようなこの特戦隊みたいなのを揃えてですね、無理やりですね、犠牲を出しながら、ま、支えていると。ただもうその犠牲しても人もいなくなってきたんで、そろそろ限界かな、みたいなところに来てるんですが、まあ、そういうことやってると。で、実際にプーチンもそれを命じていたし、今回の国連を使ったですね、ウクライナに対するネガティブキャンペーンね、ね、反攻は遅々として進んでません、みたいなことをほら、言ってないでしょ ?TBS とかサンモニとか。ね。でも、遅々として進んでないけど、これは、ね、元陸幕長の岩田さんの言葉を借りるなら、いや、遅々として進んでるんですよ。ね。ロシア軍は徹底的にやられてるし、ね。もう、回復不可能なぐらいのダメージをこむった部隊もいくつもあって、まあ、ISW はですね、まあ、来月ぐらいに大きく戦線が動くのではないかみたいなことも言っててね、着実に進行してるんですけど、その戦線という点では、まあ、ちょこっとしかまだ、ね。まあ、地雷原も突破したってもちょこっとですから、ね。だからそんなには、まあ、ビジュアルデータではそんなに、こう、ハルキウのね、奪還戦みたいな、ああいうことは起こってないので、ね、ちっとも進んでないじゃないか、みたいな、そういう、こう、レバレッジに使われてしまうんですよ。情報のレバレッジにね。まあ、そういうことなんです。で、さらにですね、この、ISW のレポートはね、しかしというふうにこの後書いてます。この情報は、ロシア軍が実際にウクライナ軍の突破を阻止し、広大な地域を解放することができれば、長期的には、できなければ、長期的には、成り立たないと、いうことです。で、まあ、地面ですね。まあ、その、エリアをですね、譲ることへのロシアの抵抗は、政治的目標を達成するために、反攻を利用しようとするロシア軍司令部や、当事者の試みと結びついている可能性もあると。言ってますね。で、さらに、プーチンのですね、まあ、そのマイクロマネジメントに起因する可能性もある。これがさっき、渡辺さんが批判したことです。ね。
現場のね、まあ将校とか、ね、歌手監督に任せなきゃいけないことも、全部プーチンが手取りあっさりね、足取りね、箸の上げ下げまでね、てめえこのラインより絶対、ね、撤退すんなと、俺これで宣伝してんだからな、お前邪魔すんなよ、みたいな、そういうことをやるわけですよ。ひでえな、という感じですね。で、さらにですね、クレムリンの内部情報筋によれば、プーチンはセルゲイ・ショイグ国防大臣に対し、前線の状況を改善し、ウクライナの反攻を阻止し、ロシア軍がより大きな都市に対する攻撃作戦を開始するためのイニシアチブを取り戻すよう、2023年10月初旬までの1ヶ月という期限を与えたと伝えられていると。この内部情報筋の主張が事実であれば、ロシア軍司令部は、ロシアの軍事力に高い犠牲を払ってでも、ウクライナの反攻を終結させることを期待して、必要な反撃を命じる可能性があると。まあ、実際にやってますよね。一回取られた場所に対して、毎回同じパターンで、ね、反撃に来て、で、全部ウクライナ軍がそこ待ち構えててですね、待ち伏せでやっつけちゃってるんですけれども、なんでこんなアホみたいな攻撃するかというと、プーチンがマイクロマネジメントで命令出してるから、みたいですね。うん、まあ、ここのね、あの主張ね、まさにですね、ウクライナ軍が高い犠牲を払って、まあ、そのね、ウクライナを、なんとかね、その、まあ、反攻を終わらせようとしてですね、まあ、必要な反撃を、まあ、命じてる可能性があると。で、ISW は以前、ロシア国防省が、プーチンの寵愛を失うことを恐れて、正直ではあるが、否定的な見解や助言を提供し、ウクライナ軍を、ロシア軍を犠牲にして、達成不可能な軍事目標を追求する指揮官を、粛清する努力を強化した、事例を観察していると。例えば、ロシア国防省は、ワグネルのですね、バフムトにおけるですね、進展によって、ロシア国内の情報、効果を弱め、プーチンの寵愛を維持するために、2023年2月に失敗して、まあ、その犠牲をね、出したですね、あの、ブフレダルっていうところのね、大攻勢、やったんですよね。はい。要はその、あの時はまだね、あいつプリゴジンがいましたから、プリゴジンがめっちゃ目立ってたのを、まあ、なんとかその注目を自分に取り戻そうとして、ブフレダルで無茶な突撃をしてですね、まあ、本当にあの、令和のですね、戦史に残るようなですね、大失態、まあ、もう大破壊をですね、食らっちゃったわけですよね。だそういうなんかその政治的な軍隊なんですよ。戦争に勝つことよりもですね、その内部でね、いかにプーチンの寵愛を得るかみたいな、そういう競争をですね、まあやっちゃってるわけですよね。はい。だからまあ、あの、リソースあるうちはいいけれども、リソース枯渇してくるとですね、本当に戦線に追わないかもしれないと。まあこれはだから ISW も、近況大きなこと起こるかもしれないよっていうふうに言ってるのはまさにここだと、いうことです。さらにですね、まあ、ロシアの軍事ブロガーの、まあ、話なんですけれども、ショイグはですね、プーチンにデプリンスキーを指揮官から解任するよう説得するために、条件を整えることに注力していると、いうことです。で、まあね、なんかデプリンスキーもなんかね、こういう、配下になんかいろんなこういう軍事ブロガーが書かれてるらしいんですけど、新デプリンスキー派のチャンネルはですね、ゲラシモフ陸軍大将が、すでにウクライナ南部での防衛作戦の監督からデプリンスキーを解任したとさえ主張していると。まあ、ISW は現時点でこの主張の妥当性はまだ確認していないと、いうことなんですけども、皆さんわかりました？ね、で、この状況を理解した上でですね、その渡辺さんがね、最初におっしゃってたことをもう一回読みますけれども、プーチンの戦争への介入は、ロシア軍の敗北を早める。彼は最悪の指導者だって言って、この意味、わかります？ね。あの、戦争そのものに勝つためにはですね、まあ戦争って高度なエンジニアリングですから。はい。あの、それはやっぱね、それなりにプロにね、任せるべきことは任せた方がいいんです。これはあの、金融政策と同じですね。政府は目標を設定すると。例えば、ね、こういう形で勝利条件をね、設定して、これを達成してくださいと。ね、いうふうに現場に投げると。で、現場はその手段の独立性を持ってですね、ね、自由にね、ね、自由な発想で、その、まあ、目標を達成するためにいろんな努力をすると。まあ、これ、いわゆるあの、西側の軍隊がやってるミッションコマンドってこれですよね。はい。祖国を防衛しなさいって命令が出たら、その祖国の防衛のためにね、ありとあらゆる力を使って、ね、工夫をして、ね、それを達成すると。敵を排除すると。ね、これが西側の軍隊。まあ、ウクライナも実はこういう形で動いてるんですが、ロシアの軍隊はどうも違うのではないかなと。いうことです。で、逆にですね、ISW はね、ウクライナ軍大変褒めてまして、これ、あの、渡辺さんもまあ引用してるんですけど、今日なんか緊急レポートみたいなのが出てきててね、あの、ウクライナはよく適用しているという趣旨の、あの、内容です。これね、一応渡辺さんが、抜粋したところを読むとですね、ウクライナ軍の軍事思想決定は、健全だと、軍事的意思決定は健全だと。今は西側諸国が疑念を抱く時ではなく、ウクライナの戦い方を受け入れ、戦場でウクライナを維持することにコミットする時であると、言ったですね、まあ、レポートも出していると。
まあ当初ね、その西側のですね、まあいろんなアドバイザーはですね、メリトポリにね、もう全戦力傾けて突破しろみたいなこと言ったらしいんですけど、結果的には今ウクライナがやってるようなやり方が正しかったと。もしそれやってたらですね、ロシア軍の地雷の餌食になってましたよね。地雷で足止め食って渋滞したところをですね、まあ、武装ヘリだのね、ミサイルだのでもボコボコにやられて、大変な犠牲を出すところだったんですけど、まあウクライナはそれまずいっていうことでね、やり方変えて、今歩兵による浸透と、その後、まあこの装甲車両によるね、掃討作戦というようなね、やり方にまあ変えてますけれども、まあこの歩兵による浸透であるからこそですね、この後デーネーの季節ね、冬場になってもですね、まあ攻勢は続くと、いうことでね。はい、もう今まさに正念場なんですけど、まあロシアもかなり無理していると。ね、まあ無理しろって命令を出してるから無理してるということですので、皆さん釣られないでください。はい。ショイグとかプーチンが言ってることをね、西側のメディアのね、なんかその、死体顔で解説してる人がね、ウクライナ離れなんでね、まあ、やれ、反攻は始まったけど、ちっとも進んでない、ロシアは全然戦線下がってないとか言うんですけど、いや、その、同じように見えるその戦線でもさ、ロシアがどんだけ軍燃やしてるかってとこちゃんと見てればさ、わかるわけですよ。ね。で、渡辺さんみたいなプロはそれ見てるわけ。だからロシアもう危ないよと、ISWも危ないよと、いうふうに言ってるわけです。はい。ということで、今日の内容面白いなと思った人は、ぜひ高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!